僕は2番の愛車を2番で統一っていう形にしようかな。うわお楽しいですか、こんな哀れな男を見て。楽しいです。今日は愛慎吾くん、はい、よろしくお願いします、はい、それでは、はい、まずはスロットルとかをつけてください、はい、スロットルはこちらからじゃあいきますよ。はい、そうです。はい、そしたら次はクラッチのホルダーをつけてください。クラッチのホルダーこっちですね。はい、はい、つきまして、はい、そしたら、はい、ハンドルポストにそれをくっつけてください。よ、これも入れちゃっていいですか。いいです。仮で、はい、でもフォアの時と比べたらだいぶ楽です。フォアの時大変だったね。あれなんか中通さなきゃいけなかったから。そう、かなり大変でしたよ。大変。とりあえず仮止めしましたよ。はい、そしたらもっとそれスロットル上上、はい、そう、はい、そんなんじゃない、はい、ん、もうちょっと角度あるやろ。あ、こうですね。はい、もうこうやろ。はい、はい、そしたらそれネジちゃんと締めて、こっち、うん、もうそこも締めて、そこも締めて、締めます。はい、締めてください。これ位置はちょっとちゃんと合わせないといけない。そうですよ。ちょっと見てください、ここはプロの、プロ、はい、これでいいですか。お、いいです、いいです、いいです。このぐらい締めりゃいいかな。はい、いいです、早く。はい、しかも慎吾くんクラッチワイヤー絶対短いね、これ。ちょっと張ってますね、これは、はい、これダメか。ダメです。はい、もう一回締めておいてください。そのまま締めておいてください、はい、さあ、じゃああとは、クラッチ、ブレーキ、そのあたりをつけていく作業ですね。結局、はい、慎吾くん、ロングワイヤーをつけなくちゃいけないので、やっぱり足りなくなっちゃいますか。はい、全然足りなかったですね。ですからここからは、そこの作業は僕できますか。できますか。どうですか。できないでしょう。できない。これは、ここは私がやらせていただきますので、これはもうじゃあ1万円ビンタ関係なくやっていただけるということでいいですね。そうですね。はい。やっぱりですね、はい、物にやっぱりこういうのって合わせながらやっていかなくちゃいけないんで、はい、こういうこともあると。ブレーキホースも届きません。はい、いやー参りましたな、本当に。慎吾君、ここら辺はもうこれ結構時間食いますよ、これ。今からここ全部バラシですから。僕はもうほらあのここ、え、ここ全部バラシ。クラッチ類と、はい、全部バラシです、はい、今日は僕夜中まで空いてるんで大丈夫です。僕は11時ぐらいに寝ないと目の下がだるんだるになっちゃうんですよ、はいはい、知ってますよね。もうおじさん症候群ですからね。そうです、11時に寝ないと。いやマジで、はい、みんなで飲み行ってももう11時過ぎると俺だけノリの悪い人になっちゃいますから。いや僕もでも最近そんぐらい寝ますよ。本当、はい、ほんで朝4時ぐらいに目覚めた。いやいや俺朝も7時8時までぐっすり寝てますから。いや俺睡眠時間がね、うん、どうやら最近短いんですよね。あ、そう。もうね、早い時は3時間ぐらいでパッと目が覚めちゃって。え、なんで？だけどかといって寝不足って感じでもなく、普通に目は冴えてるんですよ。俺なんかもうそんなんだったらもう目の下だるんだるんで、もう一日なんかもう喋んない人みたいな。じゃあ 7,8 時間寝てます。はい、それ羨ましいですね。 7,8 時間は常に確実に寝てます。へ、じゃないともう仕事できないですもん。これはそうか、ギアのところから全部外さないといけないってことですね。カバーもそっくり全部です。え、全部ですよ、これ結構大掛かりですよ。結構大掛かりでしたね、はい、これはもう本来は預かり案件ですから。え、うん、こんなの預かりですよ。じゃあちょっとここはやっぱり素人がやらない方がいいですね、大事な部分だから。ハンドルをね、はい、ハンドルのちょっとね、選んだハンドルがちょっとやんちゃなハンドルでしたから。ほら、でも慎吾くんの4フォアとかも全部それ変えたから。そうですよね、あの時もね、うん、でも4フォアとか のホンダ車はクラッチワイヤー外すの簡単なんですよ。はい、ホンダとか川崎の方が難しいんですか。川崎とかだとちょっと作りが違いますからね。こういうレリーズの調整とかも全部しなきゃいけないんで、じゃないとクラッチ滑っちゃいます、うん、何かお手伝いできることあったら言ってください。肩もみとか面白い話してくればいいです。え、面白い話。いやまた夜の話になっちゃうんで。もう横にがもうそういう話ばっかり大好物だから。いやいやいや、
誰々が誰々がだってこんなエッチしたとか、いやいやそういう話ばっかり聞いて興奮して、あれ持ち帰ってるでしょ、あれ。いやいや持ち帰って、おかずにしてるでしょあの話。してないですよ、横にへえと思ってます。いやもうでも作り話だなと思ってます。作り話じゃないですよあれ。そうなんだ。って孤児とかいても、もう孤児最近なんかエロい話ないかって言ってないよ。いやそういうね、面白い話というよりはもうエロい話聞きたがってる、いや面白い話ですよ。でも大体がそういう類の話じゃないですか。え、いやもうカメラ回ってる時はそういう話はしもう一切ない。なんで急にあのシャイボーイぶるんですか。ほら、え、ね、何ですか。え、何ほらというのは、 ここにクラッチワイヤーついてるでしょって。はい、ね、だこういうのを全部すごい外していくんですと。いや本来だったらこんなことやんないですよ。もう今日はもうこれ途中でやめるわけにはいかないからやってんですよ。すいません、お手数おかけします。本当に持ってんですかそんなこと。でもあの長野来ていただいた際には、うん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 、クワガタとニジマスと、うん、最高の景色の、僕あのあれだよ、あの釣り堀じゃないよ慎吾くん。いや分かってますよそれは、ね、ネイティブトラウトですよ私が狙ってんの。ちゃんと湖から渓流ありますから。あそう、釣れるかどうか別ですけど、ね、あそれはいいんですよ。あのそこで竿を触れるっていうところとかね、はい、幸せですから。なんかそんなこと言われたら急にやる気できてきたな俺。ありがとうございます。今ねクラッチワイヤーの中に油通しておきましたから、はい、クラッチ系はもうちょっと分かんないですよ本当、うん、それは分かんないでしょ、はい、働く男って感じしてかっこいいっす。しかもね、ちょっとうなじエロいっす。慎吾くんこれさ Z のね、はい、Z のワイヤーだから、はい、ちょっとねやっぱ長さが、あ、いけた、あ、来た、ありがとうございます。あ、よかったよかったね、ほらこれで完璧。ありがとうございます。こっからがまだ大変ですよ。え、そこからまた僕できそうな作業ですか。これね、これ慎吾くんできるでしょ、はい、はい、じゃあやってください。あとブレーキ、これブレーキ大変ですよ。え、ブレーキ大変です。ブレーキ大変、うん、でで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 、これじゃあ止めちゃっていいですか。いいよ。はい、着きました。完璧。はい、あとはブレーキをこっちは何かしましょうか。横になんかいい匂いしますね。ええいい匂いするって何よ。なんすか慎吾くん。え、ここ14番で、はい、な、柔軟剤それ何でやったらいいですか。スパナ、そう、メガネね。んメガネレンチでやってください。ここですね。はい、そうです。なんだすげえいい匂いしたんだよ。それは俺だっていい匂いの一つや二つするでしょ。いや完全にちょっとモテそうないい匂いしたんですよ。何笑ってんすか。え、まるでさ、はい、ねえねえ、なんでそんなびっくりするの。いいっすかこれ、閉めました、うん、はい、なんでそんなびっくりするほどでもないでしょ。俺がいい匂いしたって不思議はないでしょ。いや、え、ちょっと違和感ありました。なんでよ。ものすごい爽やかな、うん、フローラルな香りしたから、うん、ラチェット、やっぱ横にいっちゃもうちょっとオイルの匂いしてほしかったですもんね。え、いや、なんだ、僕はオイルの、ね、これ何の匂いですか。え、うん、あれ、あ、これは香水つけてたよ。いや俺香水は俺普段からつけてない。キャストロールの香り知らなかった。いやこんだけ一緒にいて知らない。いや香水っちゅうか、いや、いつなんか、うん、たまに香ったことある匂いだったんですけど、どっからしてるか追求するまではいかなかったんですけど、そういうこと、ね、今ふとこう横にいの近く行ったらっめちゃくちゃいい匂いすると思って、服かなと。めちゃくちゃいい匂いさしてるじゃないですか。ちょっと待ってください。ああ、はあ、同じような匂いだ。何やってんすかこれ。はい、慎吾くん、はい、あとこれでブレーキフルード通したら終わりですよ。はい、ありがとうございます。で、慎吾くん、はい、こっからです、2人の共同作業。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 つったら、はい、ね、これをね、こうやって持ちながらこれをこうやって緩めると、はい、でピッと、はい、で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
こうやって。はい、分かった。分かりました。ちょっと今横にのいい香りの衝撃が。なんで衝撃なんだよ。めちゃくちゃおしゃれな香水。なんていう香水ですか。いやもう 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で開けて閉める。開けて閉める、うん、こういうことですね。はい、お願いします。窓だよ。しかもハンドルはさ、ここじゃダメや。え、ここじゃダメですか。こんぐらいにしよう。そうなんですか。こんぐらい。え、ちょっといいですか。うん、ダメ。え、そういうのダメだから。何が？これが一番いいから。いやこれちょっと鬼ってません？だって言ってるちょっと角度と違くないですか？え？いやこれがいいんですよ。フォークに対してちょっとこっちリーゼントってますよ。いやいやこれぐらいよ。いやまあ運転はしやすいですけど。本当？はい。運転しやすい。え、どっちですか今？騙そうとしてます。うん、騙そうとしたら慎吾君が、はい、案外乗ってきちゃったからちょっとびっくりして。いや別にあのポジション的には全然運転はしやすいですよ。うん、違うんですよ。今なぜここにしたかというとよ、はい、ここのマスターシリンダーに今オイルを入れるからちょっと上に起こしたんですよ。これ下にするとこれが立っちゃうから。ああ平らにするために、はい。そのためにやったのに慎吾君が案外普通に受け入れたからあれと思っちゃった。僕ねバイクに関してはピュアなんですよ。ああそういうことね。ピュアが長すぎるんだよ。もうそろそろさこんだけ俺とマンツーマンで言ってこんなにね、覚えない人もいないですよ、はい、すいません。そもそも覚える気がないんだよな。覚える気はありますよ。すぐ忘れちゃうんだよ。これあのボトル、あのニューボトルだから2万円だから。やばいですよ本当に。もう歌舞伎町のキャバクラみたいなこと言ってますよこれ。ボトル開けたんで。ニューボトルですからこれ、ね、ニューボトル2万円、はい、はい、3 4 5 6 7。今入っていってんですか。8え、来ます10。開けていいですか。うん、はい。で閉じる。はいはい。でこれを何回かやってると今そっからオイルまだ出てきてないのに、はい、出てくるんですよ。5 6 7 8 9 10。あ、出た。ドピュッと出ました今。お、いいね。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。あ、ドピュッ。なんで喜ぶんだよ。中学生じゃねえんだよ。あ、ちょっと勢い弱くなってきましたね。勢い弱くなってきましたね、はい、じゃないんだよ。出の、ね、さっき最初こんなに勢いよく出たのにすっごい飛びましたよ。え？え？なんでやろ。でもこっちオイル減ってるからな。さ、そもそもがそんな勢いよく出るもんじゃないんですか。いや、本当はいつも機械でバーンって吸ってるでしょ。あー、なんか分かんないですね、どんな感じで出てるか。9 10。あ、ゆっくり出てきてますね。はい、閉めて。あ、出てきた。あ、出てきた。はい。あ、すげえ出てきた。え？ほら。ほら。あ、本当だ。空気が。うん。今ここに多分溜まってたんでしょう。角度だったんですか。うん、角度。いや、手首めっちゃいい匂いする。そうなんです。そうなんです。私はそういうね、アダルティーな男ですから。何してんだよ。めちゃくちゃいい匂いする。いいんだよ。いい匂いしたって。しかもちゃんと綺麗に脱毛されてる。え、いやしてないよ。え、あ、ここはしてないのか、はい、これをここは あなたのせいで脱毛になっちゃったんですいません。マフラー焼けですから。慎吾くん、はい、ちょっとブレーキ握ってみて。はい。これザッパどんな感じだった。ブレーキの握り、どうでしたっけ。もうこれはちょっとまだもっと硬かったよね。そうっす ね、もうちょい硬かったと思った。ああ、もうこれ平気だよ慎吾くん。来ました。ちょ待って、ちょ待ってよ。まだ慎吾くん、はい、握って。はい、こっち。あ、来ましたね。ね、はい、 OK でしょ。はい、 OK です。はい、はい、横に、作業完了する前に我慢できずに来ちゃいましたね。マジで、はい、お腹が空いた瞬間あのテンションの落ち方ない。俺が気使っちゃったんだ。すいませんでした。僕ダメなんです、うん、糖質が欠如すると、うん、途端にテンション下がるんです。マジでめちゃめちゃ喋らなくなって、はい、俺何かあったのかな。失礼しました。お腹すきました、はい、何。今日はこれ、鬼おろし肉ぶっかけうどんに、柏天と明太子おにぎり、最高ですね。これ今あなたの親分が一番ハマってるの。そうなんです。いや俺これ冷たいの食べたことなかったんですよ。これ教えてもらったんです。すげえうまい。丸亀いつもあったかいのがあったんで。いただきます。めちゃくちゃうまい。
慎吾くん。はい、横兄さん。じゃあ鬼班でそのまま。いやいや違います、これちょっと下げますんで。え、慎吾くん、はい、最初鬼班がいいって言ったでしょ。言ってないですよ。はい、またがってください。はい、言って自分のここだと思うところで。いや慎吾くん、マジで、はい、俺今日定休日なんですよ。ね、休みなんですよ今日、はい、しかも、ね、もう予定では6時ぐらいに終わってキングダム見に行きましょうっつってたのに、はい、8時ですよ。8時です。もうやっぱ、はい、本当にね、はい、マジで2回したら分かると思うんですけど、もう無駄話だべってる時間が長い。違いますよ、クラッチワイヤー交換するとかブレーキワイヤーコース交換するとか、すみません、そういう余計な作業が入ったからですよ。何やってんの慎吾君。え、もう緩めなくていいんだよ。もういいんすか。はい、いきますよ。はい、信号ポジションワイヤーは問題ないですね。ないない、もっともっと下げて、もっともっと、おいじゃん、そんなもんじゃない。ただ今フォークとまっすぐですよね、うん、ただ一つ言えることは、はい、もう俺はキングダムの頭になってるから、はい、明日レートショーに行くってこと。ダメですよ、本当に一緒に見に行くって約束ですからね。ダメです、本当にもうその考えにされちゃいましたから。とりあえず閉めてください。もう2ミリ。はい、これどうですか。そんなこだわりありますか。どうですか。いや、いいですよ、かっこいいですよ、やっぱ。よっしゃ、締めます。はい、どうぞ。てか丸亀製麺うまかったな。うまかった。やっぱりさ、でもさ、はい、あの鬼なんだっけ、はい、鬼おろし、鬼おろし肉うどん、肉うどん、あれうまいね。肉ぶっかけか、鬼おろし肉ぶっかけ、うん、で柏の天ぷら、はい、あと明太子。食いすぎだな、だいぶ。いや、めっちゃ腹パンパンっす、うん、俺も。でもテンションで上がりました、うん、よし。マジでさ、腹減った瞬間あの喋んないみたいな、ダメよ慎吾くん。いや、すみません、本当に。はい、じゃあまずブレーキ、はい、ブレーキやってください、まず。はい、そう、ネジね。よいしょ、はい、えいっ、えいっ、はい、じゃあブレーキ握ってください。はい、どうですか、問題ないですね。はい、大丈夫です。はい、クラッチ握ってください。違和感ないですね。はい、大丈夫です、はい、じゃあ次は、はい、慎吾君、グリップは何をつけますか。はい、グリップはやはり生ゴム生かしてください。はい、これ生ゴム2種類ちょっとありまして、はい、トマゼリと TZ タイプというのがあります、はい、あ、トマゼリはね、握りがいいですからね。ここにね、ちょっとこの出っ張りがあるので。そうなんですよ、今回トマゼリを。じゃあ、わかりました。アクセルの方ですよね、これ。いや、逆です。あ、クラッチの方ですか。はい、あ、2こうやってやるんですか。いや、絶対違うでしょ。なんでさらっと今、マジで今良くない嘘ですよ。俺本当に自然すぎて、あ、そうなんだと思って。絶対これが握りやすいからアクセルだろうなと思ったら、ね、これはそうですよ、シンプル。なんでそうさ、ピュアなの、あなたは。そんなんでやってけないよ。これなんかボンドつけるんですか。つけない、そのままでいいんですか。はい、シンプル、そんなんじゃ入んないよ。どうやってやるんですか。後ろからポン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 ってやりなさい。ポン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 、こうやって、うん、それか、そこのさっきのエアーでまた、はい、そこからプシューってやりながら、やりなさい。ほら、おい、ね、ほらね、ほら、スッと入るわけです、そうすると。あ、これは完璧ですね。はい、はい、じゃあ反対側も入れてください。はい、このぐらいまで入ったら、もう入んないよまで来たら、はい、OK です。え、ちょっと隙間あります。いや、これはもうしょうがないですよ。え、これもう限界。限界で、まだいけますね。えこんなもんか、はい、どうですか。いいです。でも慎吾くん、トマゼリめっちゃ握りやすいですね。慎吾くん、暗くなっちゃったから、もうさ、あの、外でサムネ撮れない。やばサムネ撮ってない。はい、いつも外でチャラってさ、サムネ撮ってますけど。でも良かったですね。はい、これで、あー、握りやすい、はい、生ゴム最高、最高。あとミラーか、はい、ミラーは Z タイプの黒をお二つ持ってきてください。はい、はい、それね、ショートとロングありますから、はい、まあショートでしょうね。そうですね、上げた分、はい、でまたがって、はい、はい、それでちゃんとスパナで合わせていってくださいと。いいんじゃないでしょうか。おし、おい、最高、最高。さあ、ということでハンドルの交換が完了しました。
ありがとうございました。結局、はい、慎吾くんは落ち着くのが2番絞りだったと、はい、そういうわけですね。古文2番絞りに落ち着きました。どうですか、またがった感覚は。いや、すごいっす。やっぱしハンドルポジションがめちゃくちゃいいっす。でこのハンドルいいんだよね、ほんとね。で、フォアは、はい、バックステップだったんで、はいはいはい、ちょっとまたこういう感じでしたけど、もうこれで楽ちんでしょ。あ、ガニ股合ってる。すいません、佐田教習所でこう習ったんで。そうなんです。というわけでですね、慎吾くん、はい、もう落ち着いたでしょ。いや、もうこれでだいぶ乗りやすくなりましたね。はい、はい、あとはちょっと後ろのウィンカーステイ長いかな。さっき慎吾くん言ってましたけど、まあそうですけど、でもまあウィンカーはあのヨーロッピアみたいにちっちゃくせずに、うん、この大きいのが可愛いなと思って、うん、これいいですよね、はい、川崎って感じじゃないですか。もうこれヘッドライトもこのままでいいし、はいはいはい、もういいんじゃないですかこれで。はいはい、どうですか。いいよ。というわけでね、慎吾くん、はい、今回ねハンドルカスタム、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっともうしばらく忘れてましたけど、はい、今私古文レベルっていくつになってるんですかね。でもゼロですよ。ゼロ、はい、もう今もうマイナスです。前借りしてます。レベルの前借り、はい、私も今日もすごい計算してましたけど、もう完全にマイナス、はい、まあ一生古文のままでいいかはい、ということで横兄さん、はい、今日もありがとうございました、はい、こちらこそですよ。また遊びに来てくださいね。今日もだいぶ横兄の力を借りてしまいました。いや、これは誰でも借りるあれですよ、まあ、そういう感じで、ね、はい、ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様です。横兄さん、はい、ありましたか。これちょっと今問題が起きてますね。はい、先ほどね、はい、ハンドルを、はい、まあ、交換して、はい、で無事にまあ帰れるかなと、はい、2人でね一緒に、はい、思ったら今まず時間から見るともう9時半なんですよ、はい、これ今何が起きてるんでしたっけ。マスターシリンダーの、はい、シールから、はい、オイル漏れを落としたことにより、はい、オイルは滲んできたので、ここですね、はい、急遽今マスターシリンダーをこれを変えました。新しい新品のものにこのマスターシリンダー変えたんですが、はい、それ蓋が慎吾くんに渡してから、慎吾くんが、はい、そこからが問題なんですよ。まず蓋変えた時点で9時ぐらいだったんですね、はい、そうです。でじゃあもうこれで、あ、9時10分か。そうです。したら今そこから20分間、はい、ずっと我々2人でこの蓋を探してるんですが、もう4畳半しかない、はい、これ被告人横畑さんは、うん、もうとにかく僕がねここに座ってたと、はい、まあ、確かに僕ここにこうやって座ってました、はい、でじゃあちょっと再現しましょう、はい、はい、それを外しました。もうこの作業は僕がやるからって横にやってくれて、でなんかたわいもない話をしてたんですよね、はい、しょうもない昔の恋話を。ああ、そうなんだ。で俺がこうやって受け取ったと、はい、そうです。まずもうその記憶がないんですよ。私はもうそこは明確に覚えてるだとしたらもう半径この中に、でその後慎吾君は、はい、手洗い行ったりしてたんです。手洗いに、はい、あ、手は洗いに行きましたね一回、はい、そこまで私は覚えてる。手は洗いに行きましたけど、はい、ないですよ。それは僕に聞かれても知らない。慎吾君が手洗いに行ったの。いやいやいや、まず、はい、本当に横に、はい、もう今持ってないですか。僕に渡したっていうのまず持ってないですか。何持ってない。僕に手渡したっていうの本当に話持ってないですか。はい、持ってないです。本当に受け取った記憶がないんですよ。じゃあもうそれ慎吾君はさ、もうさ、ちょっと病院行った方がいい。え、俺本当に、まあ確かにちょっと話に夢中になってた感はありましたけど、とはいえそんなこと俺忘れるような。しかも手洗いましたよ、確かにここで。洗ってた。夢中になって。その時にどっか起きましたかね。落ちたんでしょうな。いや、落ちたっていうか、じゃあ
その時置いたとしたら、慎吾くんいい加減にしてよ、そんな場所。いやいやいいですよ、こっからこっちにあったら僕のせいですけど、こっからこっちにあったら横にのせいですからね。そうだよ、本当にこれはマジで死に物狂いで見つけたいっすよ。怖なってきたわ。いやいや俺も人間不信ですよ今これ。マジでこんなにあらぬ疑いかけられるなんて、なんかそっちがおもろい話せえよ言うから、はい、必死こいて、はい、これ喋ってたら、はい、なんか渡したやつどこみたいに言われて、いや渡されてないですしみたいな、まだまだ僕だって決まったわけじゃないんで、本当にこれこれはもうコーストライン通い始めて初のこれもうガチガチ喧嘩ですよこれ。横兄さん、現在10時5分前ですけども、はいはい、まだ見つからないですね。見つからないです。でちょっと今僕が1個思ったのが、はい、ここセコムのカメラついてるじゃないですか、はいはいはい、ね、うん、これを確認すれば、うん、これ絶対何があったか映ってるはずなんですよ。でちょっと確認しませんか。いやしないです。なぜか知ってますか。なんでですか。もう1時間ぐらいかかるんですよ絶対セコム。いやでももう探し始めて1時間経ってるんですよこれ。もうだから2人も撮ってるんです。いやちょっと待ってください、これ今新品のをね、うん、下ろしていただいてその蓋を取り付けてくれるっていう、こういうやつですからね新品。はい、タンブラーの蓋みたい。いやいやそれはそれでちょっと申し訳ないですし。いやいいんだよ、なんか。いやそれだったらその新品分も僕がもちろん買いますけど、ただなんかね、あの釈然としないんだよな、なんかずっと疑ってるし、俺も横に疑ってるし。これは横にしこり残るやつですよ。はい、俺ははい、いやちっちゃいことってか、なんかもう俺がなくしたっていう。いやだからセコム確認しましょうよこれ。わかった、取得。いや取得じゃないですよ。なんかまずいことでもあるんですか。いやいやセコム確認されたら。いやちょっとじゃあ、いやとりあえずこれは俺に2個分払いますからあれですけど、俺はそんなちっちゃい男じゃないんだよ。いやちっちゃいちっちゃくないじゃなくて、やっぱお互いにこうなんか気持ちが悪いじゃないですか。はい、そんなんで過去1回でも変なこと言ったことある。いやいやないですよ。ああ面白かった今日は。いやちょっとこれはもうなんか釈然としない。いやこの蓋どこ行ったんだろうな。そんなの知らないよ。ああ面白かった。なくなります。なくなんないよ。謎は残ったままです。徹底的に追求します。失礼します。犯人は近くにいるはずだ。慎吾君めちゃめちゃクラッチやらなくなった。犯人はよく喋るという。ようこそフィレッジへ。